はい、どうもこんにちは、チンです。今日はですね、一つおもちゃをまた新しく、買いましたんで、そちらを紹介しようと思って、動画を撮ってます。で、早速ですね、新しく、購入したおもちゃがこちら、ニコンの、ミラーレスの APS-C 機の Z50 ですね。 Z50 と聞いて、モンキーを思い浮かべた方はかなりマニアだと思います。で、なんでまあこの機種を買ったかっていうと、いろいろもちろん理由はあるんですけど、各社ね、キヤノン、ソニー、ニコン、富士、いろいろもちろんミラーレスの APS-C っていうのは出してるんですけど、ミラーレスの APS-C としてこのニコンの Z50 を、動画運用、 YouTube とかでの運用で考えると、あまりね、なんかこう突出した正直魅力っていうのはないんですよ。正直なところ言うと、ソニーの α6600 が、一番僕自身も無難かなと思ってます。はい、実際のところはね。残念なポイントを少し先にお話しすると、まずこのチルトの液晶、下に開くんですよ。で、もちろん自撮りをね、写真でする方は全然問題ないんですけど、こんだけしかね、厚みがないんで、三脚をつけると、チルトが、開かないんですよ。なので、動画撮影とかで三脚をこう持って、手持ちでね、やるってなると、もう完全に使えなくなると。これもいろんな方が言われてるんですけど、これね、もともと僕買った理由なんですけど、もともとこのニコンの APS-C の、D5300、5300ですか、を使ってたんで、これね、バリアングルなんですよ。絶対ね、こっちの方が使い勝手いいと思うんですけど、なぜかさっきのソニーも、このニコンも、チルトなんですよね。キャノンぐらいですかね、バリアングル使ってるの。で、それが一個不満なところ。で、もう一つは、給電撮影ができないんですよね。なので、バッテリーがね、これちょっと弱くて、静止画で300枚ぐらいかな。で、動画も多分、交渉としては75分ってなってましたけど、1時間ぐらい動画撮影したら、バッテリー1個終わっちゃうぐらいの、バッテリー容量しかない。それがあるんで、自宅とか事務所とかで、解説レビューを撮りたいときは、給電しながらね、撮影をしたいんですけど、給電撮影に対応してないんですよ。なので、バッテリーがなくなったらバッテリーを交換しないとダメっていうね、ソニーとかはもちろん対応してるんですけど、なぜかキヤノンは対応してないと。はい、あと、ログ撮影にも対応してません。写真でいうところのロー撮影みたいな、もんなんですけど、いわゆるその撮影した後に、グレーティングをしてこう自分の好きな色味を出したりとかっていうことができないので、せいぜいできるとしたらこうラットを当てるとか、最初に搭載されているピクチャーコントロール、カスタムピクチャーコントロールが、例えばわかりやすく言うとセピアとか、モノクロとかっていうような設定が最初からできるんですけど、その設定で先にも撮ってしまわないといけない。絵作りを先にカメラでしてしまってから、撮らなければならない。なので、いろんな複数台のカメラでログ撮影をして、トータルでこう色を合わせるっていうことがなかなかできなくて、このカメラだけで最初に絵作りをしてから動画撮影をしないといけないっていうのがマイナスポイント。で、なんでそのマイナスがあっても、これを選んだかっていうのは、当然やっぱりね、前使ってたのがこれやからっていうのが大きいです。はい、ニコンの5300。はい、大丈夫でした。はい。で、5300を使ってたので、わずかなんですけど、レンズ資産が APS-C であったんですね。で、フルサイズに行こうかなとちょっと思ってたんですけど、本来は、ソニーの α7-3 を狙ってたんですけど、本体価格ももちろんね、もう少しやっぱり上がるのと、あとどうしてもフルサイズだと、サイズも大きくなるだけじゃなくて、レンズのね、価格と重量がどうしてもこう、大きくぐんと跳ね上がってしまうので、それがね、どうしてもこう嫌やったっていうのがあって、今の現状の、レンズ資産ですね。例えばこんな、よく使うのが、シグマの超広角レンズですね、これ。10mm、20mm の F3.5 の超広角レンズとか、と定番中の定番、ニコンの APS-C といえば、キットレンズの次に、買うと言われる単焦点の F1.8 の 35mm の単焦点レンズ。このあたりを、
アダプターをね、昔の F マウントのレンズもこのアダプターを使えば、まあこの Z マウントでも使えると。まあプラスフルサイズがね良くなれば、同じ Z6、Z7 上位機種と同じマウントをまあ採用しているので、まあまあレンズ資産をそのままたフルサイズのになってからも使うことができるっていうのが、まあまあ最大の、利点として僕はまあまあこれを購入しました。あとはやっぱりね、バイクと同じでこうカタログ値とかねスペック上は断然やっぱね、正直僕ソニーの方がいいなと思ったんですけど、やっぱ持った時のこうしっくりくる感じとか、ファインダーを覗いた時のこうなんかドキドキ感みたいなね、そういうのはやっぱ、ね、ニコンはいいなっていうふうに思って、これを選びました。で僕はね、そのもうカメラに関して言うと、もうアマチュアのもう底辺の底辺なんで全然詳しくないんですよ、カメラに関しては。ただまあそれなりにこういろいろ調べた結果、まあこれになったみたいな、まあマイナー機種ではあると思うんですけど、 YouTube とかこの Vlog 撮影に関してはね。なので動画機っていうよりもやっぱり静止画機、はい、写真をしっかり撮れる、まあニコンならではの絵作りとか色の出し方っていうのは、健在ですし、でまあキットレンズの評判がねすこぶる良かったんで、僕ダブルズームで買ったんですけど、キットレンズはしっかり作り込んであるっていうところと、まあニコンの静止画、写真を撮る機械としてやっぱりコンパクトで、Z シリーズに共通する、デザインと機能を備えて、作ってきたコスパのいいモデルっていう感じなので、動画メインに考えておられる方はね、ソニーに行ってもらった方がいいと思います。僕のようにこのレンズがね、資産があるとか、そういうのでなければ。でただまあ物としてはものすごくもちろん気に入ってね買いましたんで、今日はまあこれでちょっとまあいろんなレンズを使って、静止画のねスナップを撮ったりとか、まあ動画の機能がどんなものかっていうのも、試してみたいなと思います。あとはまあこの今の、自撮りしてるの、僕今これギャラクシーの S10 プラスで撮ってるんですけど、ここからね、Z50 に切り替えてみたいなと。なので、外部マイクもちょっとこれ用のものをまた購入してるんですけど、今日はねこの内部マイクで、同じね、距離感で撮ってみたいなと思います。じゃあちょっと切り替えてみましょう。はい、今 Z50 に切り替えました。どうですか？結構ねやっぱり液晶を見る分にはだいぶはっきりくっきり、これ今使ってるのが標準ズームの 16mm で、F3.5 やったかな、うん、F3.5 ですねの 16mm。 まあ F3.5 でもまあ携帯と比べればね、当然やっぱり自分の、ピントが合ってるところとね、後ろのボケ感は、まあ、若干まあ一眼レフ機らしい、まあ、ボケはしてくれるなっていう感じですね。これすごいなと思ったのは、僕サングラスしてるんですけど、動画の時は、瞳を AF は使えません。はい、顔認証はしてくれるんですけど、ソニーとか、これも、静止画に関しては瞳 AF 効くんですけど、動画は顔認証の、オートフォーカス。ただオートフォーカスは爆速でめちゃめちゃ正確なので、商品紹介しましょうか。何か、じゃあこのレンズ、ハイレンズ、顔、ハイレンズ、顔、はい、これまだ遅くしてるんですけど、設定で感度とスピードが変えられるんで、昨日ちょっとね試してたんですけど爆速でした。顔、顔、顔、ね、早いでしょ。これはねやっぱさすがだなと思いますね。まあじゃあこの後、キットレンズでいくつかまあスナップとか、まあ三脚持ってね自撮りでちょっと Vlog を撮っていこうかなと思います。はい、で今F1.8 の、波力35mm で撮ってます。でアダプターをつけるとね、アダプターの下にもネジ穴が切ってあるんで、アダプターをつけるとね、この自撮りのチルトモニターを下にして、三脚で持つことができるんですけど、FPSC の 35mm なんでだいたい50ぐらいになるのか、17、18、50いくつになるので、
これね、手マックスまで伸ばしてこの距離なんですよ。でやっぱボケは 1.8 でだいぶ良くなるんですけど、マックス離してこれはね、ちょっと絵面的に厳しいないですか。だいぶだいぶ近い顔が。なのでこう部屋撮りとかね、あの室内で暗いところで撮るときは、まあ、1.8 で、明るくて、いいんですけど、距離も離せるんで、手持ちでやるってなるとちょっとこの距離は厳しいかなと思いますね。はい、いい感じになんかボケてるんですけどね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。自分のね、再生画面で見てる分には、まあ、やっぱりちょっとね、アダプターをつけて F1.8 の、レンズボケ感はものすごく良かったんですけど、やっぱね、焦点距離がちょっとやっぱ近すぎて、APS-C やとね、手持ちやとだいぶまあ顔がアップなんで、まあ、普段はちょっとやっぱ使いにくいのは使いにくいですよね。なのでまあレンズを変えるか、まあ自撮りするんであればまあ GoPro の方が、まあ、重量的にもね、あの使い勝手はいいかなっていう感じですかね。マイクも内蔵されてますし、で風切り音がやっぱりどうしても、内蔵マイクでは厳しい印象がありました。で一応ねモードとしては風切り音低減の設定もできますし、集音の、設定で全体を撮るのか、ボイスモードって人の声を、重点的に撮るのかみたいなモードの選択も一応できるんですけど、でそれをやって撮ってたんですけど、やっぱりね結構風切り音がガーって入ってたんで、なかなかやっぱりまあ外でね Vlog として運用するにはまあ外部マイクは必須かなっていうような印象がありましたね。でまあ外部マイク、別でちょっと購入はしてるので、その紹介とね、あの比較はまた別の動画でやりたいなと思ってます。はい、まあまあこの元マニアックスチャンネルのね、動画のクオリティが、まあもうワンランク上がるだろうということで、まあできればね、まあ綺麗な映像とともに、まあこれからまあお届けしたいなと思ってるんですけど、なかなかやっぱりね、今この、世間のねコロナの状況下で、まあ、ツーリング等々はなかなか難しいので、まあ、レビュー等をね、できるだけ、綺麗な映像で、お届けできればなと思っております。はい、といったところで今回の動画は以上です。また次回お会いしましょう。さよなら。